茨城の人たちに認められてこその認知されたり、なんか誇りに思ってもらえるからこそのサッカーチーム、いい成績残せばスタジアムにたくさん、ね、人が来てくれるだろうし、まあ、その時に今見てるサポーターが、いや俺たちがずっと苦しい時から支えてくれたって胸張って、そして新規の人をたくさん認めてくれるというか、ウェルカムな体制を整えてくれたら嬉しいなと。 J1 昇格を歌ってるからには、自分の水戸陵の中心として、まあ、その目標を果たせればいいんですけど、まあ、そううまくいかなかった時、まあ、出れなかったり怪我したり、まあ、そういう時 もうチームのために常に頑張って、このチームの目標が自分の目標って、あの会見で見たんですけど、昇格に行ければ全然俺は満足なんで、そのために呼ばれたと思う。